これはなんか忘れとりゃせんかい、大事な約束を。やっぱり覚えてた。ちょっと待ってね。バイバーイ。ウーロン、ちょっと。なんだよ。いいからいいから。実はさ、私フライパン山の火を消してくれて、ドラゴンボールが見つかったらおっぱいつつかせてあげるってあのじいさんと約束しちゃったのよ。あんた私に化けて代わりにつつかれて。冗談じゃないぜ、俺関係ないじゃん。だいたい男に触られるなんて気色悪くて俺絶対嫌だからな。あ、そう、ピピってほしいの。おい、お前ろくな死に方しねえど。もう遅いの、何をしとるんじゃろ。もどうだ。何よそのブス、もっとよく見なさいよ。うるせえな。これでどうだ、完璧だろうが。ああ、びっくりした。一瞬どうしてこんなとこに女優がいるのかと思っちゃったわ。よく言うぜ。はーい。どう。げ、えらいじいさんのくせに俺よりスケベだな。嫌いしちゃいやん、いやん、ごめんなさい。早速つつかしてくれ。あら、順調ね、つつくだけでいいの。え、パフパフの方がいいんじゃない。パパ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 フパフ。おっぱいとおっぱいの間に顔挟んでパフ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 。あのバカ、そこまでサービスせんでも。行くわよ。ば、もう、えい、パフパフ、おお、パフパフのパフ、さらにおまけにパフパフパフ。お前さ、幸せもんじゃ、生きててよかった。アホか、やりすぎだっつーの。あれじゃまるっきり変態女じゃないの。